ビッカース MBT とは、イギリスのビッカース社によって開発された主力戦車である。第二次世界大戦中に開発が始まり、戦後になってから戦力化されたセンチュリオンは、改良を受けつつ高い能力を維持したが、1950年代の初頭から後継者の研究が行われるようになった。イギリス陸軍は、世界の戦車開発の情勢から、火力と防御力を重視する案と、火力と機動力を重視する案の2つの新戦車ドクトリンを策定した。後者の機動力を重視する案は、同時期に開発が始まった、西ドイツのレオパルト1やフランスの AMX-30 と同じ設計思想で、対戦車ミサイルや、不評の携帯対戦車兵器の発達により、装甲防御力は無意味になるので、機動力によりそれらからの攻撃を回避する、というものであった。しかし、イギリス陸軍はこの思想では乗員を保護できないとして、防御力を重視する案を取り、これによって開発されたのが、チーフ10である。レーランド社に開発させていた、チーフ10は強力な 120mm ライフル砲と、重装甲を備え、イギリス陸軍の MBT となることが内定していた。これに対し、ビッカース社は、レーランド社と協力して、機動力を重視した戦車の開発を開始した。ビッカース MBT は、価格上昇抑制と機動力重視のために徹底した軽量化がなされていた。主砲は 120mm 戦車砲ではなく L7A1 105mm 戦車砲を搭載したが、スタビライザーや射撃統制装置を装備した。機動力は L60 No.4 水平対向6気筒ディーゼルエンジンと TN12 メリットウィルソントランスミッションの組み合わせにより、路上最大速度時速 56.3km を発揮した。また、砲塔、車体ともに全面溶接構造であり、これは生産や整備が簡易になるというメリットをもたらした。計画重量は37トンであったが、完成時の重量は 38.5 トンになっていた。外観は開発時期からセンチュリオンとチーフ10の両車に似通っている。この車体は、ビッカース MBT Mark I と名付けられた。ビッカース MBT の基礎設計は1960年代に完了した。ビッカース MBT は機動力とコスト競争力においてはチーフ10を上回り、全面装甲 80mm と L7A1 105mm 戦車砲は当時の東側諸国主力戦車であった T-54、T-55 をアウトレンジするのに十分であった。しかし、機動力以外の点では、主砲がセンチュリオンと同じでチーフ10に劣ることや、乗員保護の観点から、チーフ10採用のイギリス陸軍の決定を覆すには至らなかった。そのためビッカース社は、輸出市場に本社の活路を見出し、使用上世界各国に送付、デモンストレーションを含む売り込みを積極的に行ったが、同時期に開発されたさらに機動力に勝る、レオパルト1や中東戦争での実績がある、M60 パットン等の前では全く売れなかった。そうした中、インドが興味を持ち1961年に試作車が2両、製作され、それぞれイギリスとインドでの試験に供された。インド軍は試験の結果に満足し、1964年にビジャンタの正式名で、ライセンス生産を含めた採用を決定した。ビジャンダは、翌1965年からマドラスのアバディ工廠で生産が始まり、1980年までに2200両が生産、配備された。このほか、クウェート軍が1968年に採用し、1970年から1972年に70両が引き渡されている。クウェート陸軍のビッカース MBT は、湾岸戦争でイラク軍を迎え撃ったが、自動装填装置や 2A46 125mm 滑降砲を有する T-72 などのイラク軍戦車には分が悪かった。1970年代に入ると輸出戦車として成功できないビッカース MBT Mark I をビッカース社は改良し販売することとした。最初にスウィングファイア対戦車ミサイルを装備した。ビッカース MBT Mark II が計画されたが、ペーパープランに終わった。その後、レーザー測距儀やパッシブ式暗視装置を組み合わせることで射撃統制装置を改良。また、砲塔は溶接構造から鋳造製に変更され、エンジンもより高出力なゼネラルモーターズ製 GM12V-71T ディーゼルエンジンに換装された。この車体はビッカース MBT Mark III と名付けられた。ビッカース MBT Mark III はケニアとナイジェリアが採用し、ケニアに76両、ナイジェリアに36両が引き渡された。この後、ビッカース社の輸出戦車は複合装甲を取り付けたタイプにシフトしていった。ありがとうございます。